石船とは、中世日本において、交通の要所に設置された石所を通過する人馬や、船、荷物などに対して徴収した、通行税。競技では、銭で徴収されたものを指すが、抗議では、米で徴収される商売など、船以外の実物で徴収される、通行税も含まれる。当初は、 石書の設置者による通行の安全保障に対する対価としての意味合いも有していたが、後には財政的理由のみで付加される租税の一種となり、交通、流通に対する疎外要因となった。抗議の石線の別名に当たると考えられる名称は、今日において30種類以上が知られている。その中には、鶴竜のように徴収場所に由来するもの、敬語訳のように徴収目的に由来する。 もの、商売のように徴収税率に由来するもの、送別船のように徴収対象に由来するものがある。石書などの施設を設けて、通行税を徴収することは、平安時代から行われていたが、石書が各地に出現するようになるのは、鎌倉時代に入ってからであり、石船という言葉が登場するのは、貨幣経済が発達して銭による徴税が行われるようになる。 鎌倉時代後期以後のことであり、南北朝時代から戦国時代にかけて通行税に対する一般的な名詞として定着した。当初は通行する荷物の価格の1%が基準的な税率で徴収した積線は施設の維持、保全や治安維持の費用に用いられた。だが時代が下るにつれて積書の置かれた地域性や付加する対象商品の種類、 石書の設置主体の財政状況などによって多様化するようになった。特に室町時代に入ると、朝廷や幕府、寺院、領主、創村など様々な設置主体が財政不足を補うために、それぞれ独自の石書を設置して石線を付加し、さらにその中には第三者の請負いによる石線の徴収が行われたために旅行者や商人はその負担に苦しんで、 交通、流通の障害となり、赤書は特性一揆などによる攻撃の対象とされた。やがて、職法政権による赤書の撤廃の進行などによって、赤線は姿を消すことになった。ありがとうございます。